おう、よくあちらの森を抜けてこれたものだ。我が輩が案内すれば森の中で迷うことはありえないことだと言えます。リュレンとか、こちらの森では耐えて久しいが。なるほど、ならば森を抜けることもできたわけだ。それにしても、なんともまあ珍妙な顔ぶれの客人連中だ。人間に、ハイエルフに、シリアムに、オネルテス、ネオコロム、リュレントが死期も迎えておらぬのに同行しているというのだからな。あなたは族長ということでしたね。いかにも、わらわはこの里の長で、シャローナという。シリアムの長にしては若く見えますが、見かけにはよらないということなのでしょうね。そちもな。さて、ほどほどには尊厳を得てはいると思うが、どうかな。そんなことはありませんです。この里のことは伺っていると言わねばなりません。代々とても高貴で力の強い方しか長にはなれないと我が輩は知っています。そう言われれば聞こえはいいがな。長が嫌だというわけではないが、それだけで自由にならぬこともしばしばあってな。いっそこんなもの誰ぞにくれてやろうかとも思ってしまう。では手放してみてはどうですか。そうだな、それもいいだろう。だがそちの期待には応えられぬぞ。期待とはどういうことでしょう。さあな、わらわにもわからぬ。鎌をかけてみただけだ。引き返されても困る。で、閉ざされた森からこんな偏僻な場所まで、はるばる来たからには何か目的あってのことなのだろう。私たち、フリムダリルへ向かうつもりなんです。ちと野暮用での。人目につかないようにというわけか。しかしまあ、これだけの者がいて目立たぬわけなかろう。だから、この辺りの地理に詳しいあなたにお願いしているの。できれば近くでお留守番する人が休める場所も教えてもらえると助かるんですけど、どうかしら。里の小物にではなく、長であるわらわを案内役に指名するというのか。だって、あなた退屈そうに見えるんですもの。なかなか面白い者たちだ。気に入ったぞ。わらわが案内してやろうではないか。本当によろしいのですか。ご迷惑ではないでしょうか。気にするな、わらわがそうしたいのだ。この辺りは庭のようなもの。どこに何があってどの道を通ればいいのか、それこそリュレントやそこなハイエルフの従者が身を潜ませていられる場所まで全て知り尽くしておる。せっかくの族長自らの申し出じゃ。ありがたく受けておくがよい。ではよろしくお願いいたします。その代わりというわけではないのだが、案内してもよいが一つ条件を飲んでもらう。何でしょう。わらわも一緒についていく。それが条件だ。ああ言っておくが、案内するだけではないぞ。その後も同行するが構わぬだろう。親方様、まさかと思いましたが、よもやそのまさかを。今の今まで口を挟まずにおりましたが、それだけは何とぞお考え直しください。第一、親方様が出て行かれたら誰がこの里をまとめるのですか。そっちでも誰でもいい、長の地位などくれてやるわ。そんなご無体な。わらわがくれてやると言っておるのだ。他でもない長であるこのわらわがな。それでも不服だというのか。それとも何か、長とは名ばかり何の権限も持たぬ飾りでしかないというか。いえ、そんなことはございません。ですが。だったら何度も言わせるな。はい、どうぞご自由になさってください。それは里の者の総意とみなしておこう。何、心配するな。ここを立つ前に長の指名はしよう。それでよいな。ええということだ。今日は旅の疲れを癒していってくれ。わらわもいろいろと聞いておきたいことがあるからな。
なんだかここの人たちが気の毒ね。その割には簡単に引き下がったけどな。そうね、なんでかしら。一族の長ともなれば、力はあってもそう簡単に決められるようなことじゃないのに。触らぬ神になんとやらってことだろ。そうなんです。うん、聞いてたのか。親方様はご自分の思い通りにならないことがあると、それはもう手がつけられない状態になりまして、以前危うくこの里が消し飛びそうになったほどで、私どももほとほと困っているのです。実力や人望は申し分ないが、性格に少々難ありってことか。先代の長は地位が人を作るものだと言い、半ば強引に親方様を長にお選びになりました。以来発作のごとき癇癪が破裂することはほぼなくなったのですが。そこまでは狙い通りうまくいったわけか。が、それで収まるような玉ではなかったと。きっと退屈しのぎしたいだけですよ。しばらくすれば帰るって言い出して戻ってきますから。だといいんですけど。そうそう、言い忘れていた。近頃フリムダリルの近辺でゴブリンやオークが頻繁に目撃されているようなのだ。ガーブルがフリムダリルの城から出てきたのを見た者もおるようだぞ。自分の目で確かめたわけではない。わらわも最悪に聞いただけだからな。言ってみればよかろう。フリムダリルへ、それが一番早くて確実な方法よね。では宴の用意をさせよう。この里に来訪者というのは珍しくてな。里の者もそなたらにはいろいろと話を聞きたいようでうずうずしているみたいだからな。質問攻めにされるのは覚悟しておいてもらおう。見せ物小屋の見せ物の要領で良いですね。うまいことを言う。まあそんなところだ。笑えない冗談だが、考えてみればこれはチャンスか。また女の人のことを考えてるのね。ほんと単純なんだから。あの、はい。親方様なんですけど、一つだけ気をつけていただきたいことが。絶対にお年を聞かないようにしてください。親方様はご自分のお年をとても気にされてまして、どうしてだかわからないんですけど、人間と比べようとなさるんです。それなんとなくわかるな。比べても仕方ないんですけどね。さようでございますか。であればなおのこと、皆様にご注意するようお伝えください。わかりました。後でみんなに伝えておきますね。心配なのは一人だけだし、たまには雷の一つや二つ落とした方がいい人だから。そうでございますか。あ、すみません、お引き止めしてしまって。ささ、どうぞこちらへ。宴の席へご案内いたします。この日を逃すな。畳みかけるぞ。無益な血は流し、この機を逃すな。畳みかけるぞ。
敵を包囲し殲滅する。行くぞ。あの、ごめんなさい。俺の出番。避けて通れぬなら切る。ここの王は民から絶対の信頼を得ているようだな。恐怖と紙一重のな。あなたの言った通り、ゴブリンやオークの姿が頻繁に目撃されている。だがそのことを危惧する者がいない。誰もが口を揃えて王がいれば大丈夫だと言う。実際のところ被害らしい被害も出ていないようだからな。彼らは闇の創造物、人とは決して相入れぬもの。彼らが人を襲わないのは強い力により抑制されているからです。少なくともガーブルはいるということか。あるいはそれ以上のものかもしれん。よろしいですか。あなたは？何も聞かないでください。黙って私についてきてもらえませんか。どういうことだ。ことを荒立てたくありません。どうかお願いします。あなたがユリアンですね。それをここでお答えするわけにはいきません。どうか無駄な抵抗などはせずご同行ください。いいでしょう。案内してください。まさかこんなところで会うとはな。今度は何をしたんだ。ちょいとばかし調べ事さ。そっちは観光でなんてわけないよな。同じようなものだ。どうせ謹慎中の身だからな。観光ついでにフルムダリルがどんなものか見ておこうと思ってな。兵はやはりゴブリンやオークがいると聞いたが。その話は後でゆっくりとするか。感動のご対面とはなったかな。何、先日の戦で敗北したグルグンドの兵が我らのところに落ち延びてきてな。お二方が窮地の中であることを知ったまでのこと。グルグンドとフェンサリルに比べればフリムダリルは田舎都市、それでもそれなりの広さゆえこうしてお呼びしたわけだが、お気に召さなかったかな。お心遣い痛み入ります。ご好意に甘えさせていただいてもよろしいか。先日のグルグンドとフェンサリルの一戦にフリムダリルの兵が参加していたかどうかお伺いしたい。確かにグルグンドに兵を貸したな。しかしだからどうしたというのだ。我らとしては兵を貸してほしいと言われたからそうしたまで。ではなぜグルグンド軍に偽装していたのか。我々三国は国境こそあれ不可侵の条約など結んではいない。グルグンドがフェンサリルへ侵攻すること自体は止められるものではない。そうなると矛先が我が国へ向けられることも考えられるわけだ。となると協力を簡単には断れまい。だからといってグルグンドが敗北した時その汚名を着せられるのは面白くなかろう。そこで兵を出す代わりにグルグンド軍として戦闘に参加させることを条件とした。それは分かった。グルグンドの貴族連中がソチの口車に乗せられたということまではな。ではあのゴブリンやオークはどういうことだ。どうだと言われてもな、我々とは関係ない連中だとでも言えばいいのか。ここまで来てとぼける必要もなかろう。この城の中に出入りしているのを見ているのだからな。だとすればどうする。この城に攻め入るか、それともここで俺を切るか。将軍とは名ばかり、全権を失い蟄居中の者、反逆者の汚名を着せられ逃亡中の者、誰が貴様らの話に耳を傾けるのだ。止められるものならば止めてみよう。俺は逃げも隠れもせぬ。まずは同じ舞台に上がってこい。話はそれからだ。ユリアン、お引き取りいただけ。はい、皆様どうぞこちらへ。
いえ、陛下、やはりこのようなことは。広大、俺がただの悪党と呼ばれるか、それとも英雄と呼ばれるか、生を受けたからにはどちらでもよい。名を残すことに意義があるとは思わぬか。私には分かりません。名を残すより民のことを第一に考えたいのです。それでよい。この俺のような人間がそうそういたのではたまらんだろうよ。あれが黒の騎士が探している者たちだろう。闇はどこまでも深く広がる。際限なくな。その闇に立ち向かおうなどというのは俺のような底なしのバカか、それともその闇さえも払拭することのできる光を持つ者だけだ。どれ、その力試させてもらうとしよう。バレリア。言われなくても分かってるわ。こうなった以上、私個人の感情は抜きにするしかないでしょ。何としてもヘイルゼンとギリアムを止める必要がある。そのためにはグルグンドへ戻らなければならないが。北東に向かい、レーン川を渡りましょう。あそこだったら堂々とグルグンドへ入れるわ。渡すものさえ渡せばね。確かあそこはヘイルゼンの領地だったな。まさかそこまで腐敗しているとは。いいじゃないか、こういった時にはむしろありがたい。ツケは公爵自身に払ってもらえばいいだけのことさ。とにかく時間が惜しい。バシタールたちと合流したらすぐにここを立とう。まかり通る。この機を逃すな、畳みかけるぞ。敵を包囲し殲滅する。行くぞ。やってみます。この機を逃すな、畳みかけるぞ。俺の出番ってか。この機を逃すな、畳みかけるぞ。敵を包囲し殲滅する。行くぞ。情けはかけぬ。まかり通る。避けて通れぬなら斬る。敵を包囲し殲滅する。行くぞ。イケてる男は違うだろ。どれ、物資の調達も終わったことじゃし、夜まではおのおの好きなようにさせておくか。そうだな、たまには息抜きも必要だろう。ただしあまり目立つようなことはするなよ。俺たちの置かれている状況を忘れるな。あなたはどこへも行かないのか。そうさの、酒場に行くのも飽きてきたしの。
たまにはわしに付き合わぬか。よう考えると二人きりで出かけたことなどなかったしの。そう言われてみるとあなたと二人で出かけた記憶はないな。お主は物心ついた時には剣を握っておったからの。まあ教育係があの二人では致し方あるまい。誰も子育てなどしたことがないゆえどう育てたらよいものやら随分と悩んだものじゃ。わしは見ているばかりじゃったがな。だったら俺の子は自由にさせてほしい。せめてその時までは使命になど縛られず自由に生きてほしい。またゾロそのようなことを。お主はどうしてそう割り切った考えをするのかえ。割り切っているわけじゃない。人には皆誰しも生まれた時から何かしら果たすべき役割が課せられている。俺は自分に与えられた役目を理不尽なものだとは思わない。むしろ明確な目的が与えられているだけマシだと思う。生きる理由を探す必要がない分悔いのないように生きられるから。まだまだわしも若いの。お主に教えられるとは。ならばわしも悔いぬように生き己の役目を果たさねばならぬな。お主たちの生き様をしかと見届けよう。ラディウス、それに二人で何をしているんだ。バレリアこそその剣はどうしたんだ。そこの武器屋で買ったものだ。気分転換に剣の稽古でもしようと思ってな。お前を誘おうかと思っていたがどうやら取り込み中みたいだな。なんじゃ、わしのことを気にしておるのかえ。ラディウスが必要ならいくらでも持っていくがよい。若い者同士語りきれぬこともあろうって。どれ、年寄りは退散するとしよう。ではまた後でな。いくらでもってラディウスは物じゃないんだから。まあそのラディウス、よかったら稽古に付き合ってもらえない。俺も暇を持て余していたところだ。村を出たところに湖があったが、そこの岬でどうだ。そういうところは目ざといのね。私もあそこがいいんじゃないかって思ってたの。決まりだな。時間がもったいない。早速行くとしよう。そうね、行きましょう。いやまだだ。どうした、腕が鈍ったか、それとも体力が落ちたのか。どちらにせよ息が上がるのが早いぞ。まだこれから。来る。どうした、腰が入ってないぞ。こんな、あの頃と全然違う。本当に強くなった。どうした、もう終わりか。そんなことでは一軍の将は務まらないぞ。さあ来い。はあ。